シリーズでお送りしています大自然に生きて、今日も野草園に来ています。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さん、そろそろですね、夏の花は咲きましたか？はい、今年すごい遅れたんですけど、ぼつぼつちょっととっておきの花が咲き出しました。そうですか、楽しみですね。はい、田中先生、鳥はどうですか？どうですか今？泣いてないですね。そうですね、少し遠くで今泣いたのを私は聞こえたんだけど、まあ耳も使いながら、はい、この野草園でも今年新しい命誕生して育った鳥もいますし、まだまだもう少し子育てする時期ですのでね、今日も出会いにワクワクしながらやっていきましょう。そうですね、はい、楽しみですね。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。でですね、花が咲いてらっしゃいますよね。ちょっと咲いてる先ほどですね、なんか可愛らしい花を見つけたんですよね。このなんか緑の中にポッと咲く花、よく見つけました。ね、もうこれとっておきの花で、はい、つくし松本っていう名前がついてます。つくし松本、なんかもうザ日本の花みたいな名前ですね。そうそうそうです、なんかちょっと難しい名前なんですけど、はい、日本では阿蘇と九十にしか咲かないもう貴重なお花ですね。わあ、もう本当この地域だけの花なんですね。そうそう、高森の草原では見られるので、もう高森を代表する花。その花の名前の由来って何ですか？はい、つくし松本ってちょっと難しいんですけど、はい、松本って松本幸四郎って、歌舞伎役者がいますよね。その松本幸四郎の門がですね、はい、花の形にそっくりなので、そういうような名前がついたっていうような説もあります。つくしっていうのは昔の九州のことをつくしの国って言ってたので、はい、うん、そうつくしの国、うん、なのでつくし、九州に咲く松本っていう意味ですね。勉強になりますね。花びらがハート型をしているのが特徴なんですけど、わかります？ハート、本当ですね、確かにちょっとそうハートみたいになって、はい、なってあれ咲きたてなので、もう本当色が鮮やかで綺麗なんですけど、河原なでしことかわかります？どんなお花ですか？ピンク色のなでしこジャパンのシンボルにもなってる。そのなでしこジャパンとかの仲間でなでしこ科なんですよ。わあ、でも本当なんか目立ちますね、緑の中に一輪だけですね。もうあれは今夏の花の代表選手なんで、いいのを見つけてくれました。あとどれぐらいこう花咲き続けるんですか？多分ですね、これもう1ヶ月ちょっとは持つので、いろいろ次々咲きますよ。あ、本当ですか？はい、楽しみですね。はい、楽しみ。梅雨に負けないように咲いてくれると、うん、いいですね。ちょっと気になるものがあって、それ井上さんに聞かなと思ってたので。そういうの嬉しいです。いや、なんか結構珍しくて、ない花だったんですよ。あれです、あれ、黄色のくんと伸びた、そう、めちゃくちゃ背高のっぽですよね。これは半海藻っていうお花です。半海藻、ひまわりみたいですよね。ちょっと似てる。そうですね、大きいですよね。そう、半海ってまた難しい名前なんですけど、半海っていうのは中国の武将の名前から取ってて、項羽と劉邦って知ってます？その劉邦のですね、部下だった人で、劉邦の危機を救った果敢な凛々しさ、たくましさから、その姿をですね、その半海の勇猛さに見立てて名前がついてます。なんかすっごい鮮やかな黄色ですよね。そうなんです、これはもう高森に広がってる草原に
もう悠々しくこう立っていてですね、すっごく目立つんですよ。あの、うん、葉というか花びらはもともと少ないんですか？うん、そうですね、なんか手を広げたみたいな、手のひらみたいな葉っぱがすっごく大きいのが、あのポツポツポツって開くんですけど。ああ、うん、それでこんな、うん、これはアゲハチョウがよく花の蜜を吸いに来るんで、うん、綺麗ですよ、すごく。またそれ絵になりますよ、ね、そう、絵になる。もう夏を代表するこれも花で、今日はいないですね。今日遊びに来ないかな。待ってると来るかもしれない。うん、来るかもしれない。もっと2メートルぐらいになるのもあります。あ、そうです、そんなに伸びるんですね。そうなんですよ。見逃してましたよ、我々。花しのぶですもんね。で、あの花しのぶって、あの普通ですね、花って下から咲くのが多いんですけど、花しのぶはてっぺんから花をつけるんですよ。あ、なのでこれは咲きたて、可愛らしいですよね。もう高森なら絶対もうこの花。そう、ね、今日は風に揺られてとっても雰囲気がいいですね。おー、そうね、それもだし、さっきのつくし松本も目立ってますね。目立ってますね。でもなんでこんな笹みたいなところにぽっつりね。そうですね、うん、それ八代そうですよ。どれ、この葉っぱ、これ八代そう、8月、はい、あ、もうちょっと下の咲き、そうですね、8月までのお楽しみ。あ、これは今からなんですね、はい、花しのぶのようなあの紫なんですけど、もっと濃い紫で、なんかもう豪華なぼんぼりみたいな、豪華な花ですね。お、楽しいですね、はい、艶やかな花なんでしょうね、はい、なんかちょっと花多分好きですよそうなんです、ね、結構夏の花も本当に咲き始めてるんですね。そうですね、うん、これハバチの幼虫ですけど、食べられちゃった葉っぱ。ハバチ、ハバチ、蜂の、蜂の幼虫、はい、これが蜂になるの？そうなんですよ、びっくりですよね。葉っぱを食べるからハバチって言うんですよ。あ、食べてる食べてる食べてるでしょ本当本当、これ食べてるよ。なんか芋虫みたいですよね。そう、芋虫です。もりもり食べても、うん、ここ全部なくなる。生まれて、あ、これ全部食べられたやつ、上はで今徐々に今下がっていってる。そうですそうですあんまり食べ過ぎるともうこれ自体弱るから、適度にしてくれるといいんですけどね。そうですねそこもまあバランスですけど、うん、ちなみにこのハバチはこのナルコユリとかの花、葉っぱしか食べない。どの葉っぱでもいいわけじゃないので。食草決まってるんだ。やっぱ好きな葉っぱは決まってますね、はい、うん、めっちゃ食べてますもんね。もり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 食べて。あ、裏にもいっぱいいましたよ。あら、ほんと。あ、この裏側にいる。はい、あ、ほんとだ。よく見つけましたね。4匹でみんな食べちゃうな。言われなければ蜂じゃないと思いました。ですよね。私もびっくり。ねえ、蜂さん。かわいい花が。名前も可愛いんですけど、うん、私分かる花がありましたよって。さすが田中先生。鳥に関係する。鳥、そうだ、はい、これ形が飛んでるように見えるからですか？なんか、あ、なんか惜しい。山ホトトギスでいいんですか？バッチリ。ホトトギスっていう名前が入るんですけど、そう、山ホトトギス。鳥にも花にもホトトギスってあるってことですよね。まあ、なかなかあの鳥のホトトギスなんか見る機会ないけども、なんとなくね、この模様がちょっと似てるかなと思えるんじゃないかな、私そう思っていつも見てるんだけど。でもなんとなく模様似てますね。ちょっとこれパッと見るとおしゃれなドット柄に見える。そうですよね、ピンクのですね。あの、その模様の感じが鳥さんのホトトギスの胸の模様に似てるって、なんとなく。すごい、なんか一つの茎にたくさんこう花びらが咲くんですね。そうです、今咲きたてだからまだ少ないですけど、ここのつぼみたちは今から一斉にパンと咲いて、うん、でこの花の面白いところは、普通お花ってこう開きますよね、
ひっくり返ってんの分かります、はい、ちょっとそれ気になったんですよね。そうそう、ベローンってそうそうそう、普通ね、そうなのにもうここまで噴水のようなシャンデリアみたいな、行き過ぎましたってもう私を見てって感じの、あ、すごい、しかもこう上にあるのはこれも花ですよね。そう、ここはおしべですね。そう、だから花が開きすぎてるからそうそう、だからまあよくわからないですけど、こうやって虫さんたちは、うん、あの花粉とか蜜をあの得やすいのかもしれないですよね。わざとこういう風に呼んでるのかもしれないですね。そうそう、そう考えたらこの花ちょっと頭がいいですね、うん、いいですね山本トギス本当かわいいですよ。ところで鳥の声、いつもの地点に来たらちょっと聞こえ始めましたよ。なんかチュビチュビ言ってますね。チュビチュビ聞こえるようになりましたね。はい、はい、これが前回の宝次郎、それから姿は見えない、うん、ひよ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 と鳴いているのはピヨピヨ、これはこれはひよどり、今2種仲いいんですかね、その同じ縄張りに、うん、まあ直接関係してないからでしょうね。宝次郎左側、ひよどりちょっと正面ですね。姿は見えないんですけどね、もう葉っぱいっぱい出てきましたよね。なのでやっぱり声を楽しむというところなんですが、まあ少し時々見れるのはここ今からちょっと登って、そこ遠水塚っていうのあるので、そこを越えると草原ですね。ただ遠いけど、もしかすると見えるかもしれない。あ、また咲いてるじゃないですか。福祉松本ですか。バッチリ、ゆきさん。もう覚えましたね。存在感をアピールしてますね。存在感がある。しかもこっちを向いてくれてるからです、ね。そうそう、こっち向いてくれてる、ラッキーですね。誰かの名前みたいな。本当ですね、松本つくしさんみたいな。松本つくし、あ、かわいいですね、そんな名前。あ、蝶々が筋黒白蝶ですね。まあ、きれい。一生懸命蜜吸ってますね。吸ってますね、うん、どこに今度、どこの野あざみに行こうかって。そうそう、もう選び放題ですね選び放題、贅沢な、贅沢な蝶ですね。うん、本当。これいいバッタ、あの仮面ライダーみたいな、あ、これ赤ちゃんまさしく仮面ライダー、仮面ライダーの、これバッタの赤ちゃんなんですけど、ヤマトフキバッタっていう名前です。あ、めっちゃ跳ねてる。そう、よく見てください。ヤマトフキバッタ、羽が見えなくないですか。羽がない。羽はないですね。なんかコオロギみたいな。そう、羽がないので、これまだ幼虫なんですけど、赤ちゃん。おーおーおー、うん、そう、高森は草原とか草っぱらが多いから、バッタの種類もいっぱいいるんですよ。じゃあ行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。あ、そうだ、まだ先があるんだ。いいですね、うん、ここ気持ちがいい。ちょっと林に入ると涼しいですね。そうですね、気温がちょっとだけ下がった感じ。下がる。どんな、なんかもの出会いがあるんでしょうね。すごい。なんかこの前、トゲの岩っていう上式見の神社の上のトゲの岩をちょっと、はい、ウゲと岩、あ、ウゲ、あ、そう、ウゲと岩、トゲの岩、トゲなんてあったっけな。あ、なんか、え、アジサイ、いいの見つけます。これはもう本当、山アジサイって言って、山に咲くアジサイ、園芸種じゃなくて。可愛いですね。これこれからですよ。あ、雲だ。うん、雲もいますね。これは気づかなかったね。糸を張らない徘徊性の雲って言って、こう自分で歩き回りながら獲物を足って捕まえる。行動範囲広いんですか。行動範囲広いんです。なんでこうグラデーションみたいな感じにこう。あ、これ多分ですね、まだつぼみなんですよ。で、これまだ今から咲くんですけど、色が変わるんですか。そうですね、だんだん熟してくると、この熟したのから開いておしべとかが出てきます。
だからこれ見るとまだ全然、うん、そうですね、うん、紫色が出てくるんですね、シアン系の色に。そうです。これかわいい。かわいいですね。これがもう少し開いたらもっと豪華になりますよ。これはですね、これ花みたいですけど実は花じゃないんですよ。え、これ装飾花って言ってただの飾り。でこれで虫たちを呼び寄せて、肝心のおしべとかめしべはこの今閉じてる ここに、はい、あるんですよ。ちょっとだましですねこれ。すごい。そう、うん、やっぱ山だからなかなかですね、その、うん、いろんなのがいるからもう取られまいと必死にこうやっぱ お花たちもいろんな戦略で、うん、自分たちの子孫を残すために、うん、いろんな工夫を、知恵と工夫を凝らしてるんですよね。そうなんです。それは知らなかった。そう、身近なアジサイでも結構頑張り屋さん。おいでおいでって、うん、そうなんですよ。で、クモさんはそのおいでおいでで来たやつをバシッて捕まえる、待ってるんですね。うん、待ってますね。これ葉っぱちぎって匂い嗅いでみてください。うん、いいですよ。うん、ちぎってクシュクシュっとして、うん、どこにでもある。あんまりやると手にもずっと匂い残るけど。匂い嗅いだことある。あ、あります。これなんか、あ、ここまで来た。毒ダミって聞いたことあります。あこれですか。はい、これが毒ダミ。おお、すごい。もう匂ってますよ、ここまで匂いが。あ、匂った来てる来てる来てる。いや、これ山の匂いですよね。もう草刈りとかした後すごいね、あーあるんだみたいな。どこにだもん。じゃあこう、いや、美しい花には毒があったね。あ、これ毒はないですよ。あ、食べてもお茶にしたりとかちょっとお薬にもなる。はい、鳥さん見られるかも。なんかずっと逃げないですね。ピチチュピチチュチュが。イチゴのお花、これもうちょっとしたら食べられる美味しい実がつきますよ。ナワシロイチゴっていう、これナワシロイチゴ。はい、ナワシロイチゴはこれで立派な花が開花してる感じ。これでもう終わりですか。はい、これで終わり。ギュッギュッてこれで終わりです。地味なんですけど。そうなんですか。これで1ヶ月ちょっとしたら美味しいのいちごが食べますか。木いちごの仲間。そうです。いや、だいぶ登ってきましたね。そうですね、初めてなんだよね。初めて。わ、ちょっと今日は若干霞んでるけど。あ、いつもこの木の下にいるんですよね。いつもはこの木の下にいる。高岳は高岳。え、高岳見えるんですか、ここから。これ中岳じゃないですか。とんがりの左側ぐらいでいいかな。左ぐらいから噴煙が上がりますよね。はい、が中岳。右側はお釈迦様の胸のあたりが高岳ですね。ああ、うん、私こっち側だと思ってました。あ、違うんですよ。一番東側が猫岳で、その次が高岳。はい、ああ、そっで、カクってなってるちょっと下のところが中岳ですね。やっぱ北から見るよりこっちから見た方がお釈迦様の寝姿が。そうですね。あ、そうです。変なのありますよ。ああ、なんだろう。これなんですか。いいの見つけましたね。なんだと思います。なんか そういう虫の類じゃないですか。おお、素晴らしい考え。よくなりましたね。なんかカエルの卵とか、あと格好のツバっていう人も言ったりするんですけど、これ虫です。アワフキムシっていう虫の赤ちゃんが入ってます。あ、え、この中に入ってるんですね。じゃあちょっとかわいそうだけど。何色ですか。これはですね、いろんな種類がおるので。いろんな種類。はい、このちなみにこの泡は、ほら、あ、これは
なんだなんだ、これアワフキムシの赤ちゃんで、多分白帯アワフキっていうんですけど、あのこの泡はですね、この植物の汁とこのアワフキムシさんのおしっこを自分の足でこう泡立てて、でこれはですね、あの敵から身を守るシェルターでもあり、あとほら羽も何にもないじゃないですか、ね、だから乾燥とかそういったのから身を守るための大事なあのシェルターなんですよ。だから戻してあげます。あ、こっちです。あ、こっちでしたね、うん、ここは多分集合住宅ですね。 何匹かおると思います。ほら下にもおりますよね。そうですね、親は全然違う姿してて、これじゃないんですか。セミの仲間なんで、セミみたいな姿してますよ。ちょっとセミに似てる。親はいない。親見たことないな。親見たらちょっと、これはよく見るけどね、アワフキムシのこの、もう一回そのなん、こういう風に卵を産んで、はい、で幼虫この包んでしまったらもう親は来ないんですか。親は全然来ないです。あ、自分たちは何を食べてるんですかね。この、 あの植物の汁をチューチュー吸って大きくなって、あ、頑張ります。そう、泡を作ってそう、泡をこう作ってかわいい。ちょっと想像しました、はい、そうそうそう、いくつかある。あそこもあるね。あ、本当ですね。あ、本当ですね。何匹か集合住宅みたいになってますね。で、これを見て、これこれこれ、は、何ですかね、それ。ほら、いっぱいある種。え、何ですかこれ。あ、大正解、種。プロペラみたいな形してますよね。飛んでいくようにですか。そうそうそう、ってこれくる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 って。あ、これ面白い。今から秋までに結局ね。そうですね、これ種になる。まだ熟してないからちょっと青いので、もうちょっと熟したらあのバイバイと手を離れて、ちょっとでもこうくるくるくるって。あ、見つけた。うん、いや、隠れて全然分からなかったです。そう、分からないですね、こうやって見ないと。ああ、これも身を守るためですかね。そう、おしゃれな形してるけど。すごいよね、風が吹くときにそれを利用してできるだけ遠くに飛ばして飛んでいくと。この形ですからね、またなおプロペラの形をしてるっていうところがまたすごいですよね。ありましたよ、キイチゴ。さっきのやつ。さっきのとは違って、これは長葉のもみじイチゴっていう、はい、黄色いですよね、実が。そうですね、はい、あのこれ美味しいです。こっちの方が甘みが強い気がするんですけど、私の中では。食べてみませんか。ちょっといただいていいですか。はい、美味しそうな。虫が入ってないか、アリさんが入ってないかをチェックしてから、うん、あの草イチゴは入ってることあるけど、うんうん、あ、美味しいですよ。ラズベリーの方は、あ、やっぱこの懐かしい味、うん、このつぶつぶ、うん、うわ、やっぱこれ美味しい。じゃあ次の人に残しときましょう。そうですね、うん、あ、来ました。じゃあちょっと、はい、これこれこれ、聞こえました。はい、すごい大きい声で鳴きましたね。今東京特許許可局と鳴く。そう聞こえました。聞こえませんでした。東京許可許可局。あ、言えてない。許可許可東京特許許可局言えてない。言えてないバージョンの特許東京特許許可局仲間ぐらい、うん、仲間ぐらい一緒に私も思った。ホトトギスね、さっき植物の山ホトトギスもありましたけども、うん、カッコウの仲間です。あ、うん、カッコウ分かりますね。カッコウ、カッコウ言えてないな。言えてないですね。そこの草原とさっきまで我々が歩いてきてるような牛が放牧してないところの草原はですね、草丈が違うんですよ。なんででしょう。
なんででしょう。いや、牛が食べちゃったんですか。バッチリ。さっき長いのは私長層型って言いましたっけ、はい、短いそんなところを芝型の単層型草原って言ったりしますね。でよくよく見るとなんかその草原若干縞模様がありません。見えますね。なんであんな縞模様になるんだろう。え、通ってるってことですか。何がですか。え、牛がですか。素晴らしい。考えいいですね。いえいえ、多分やっぱ通ってるんでしょうね。はあ、ちゃんとそれも名前ついてるんですよね、その模様を。牛道っていう。そのまんま。いい道。牛道。牛さんがこう滑らかに登ってますね。うん、そう。あのたまにスイッチバックしてそうですね、はい、傾斜がどんなに急でもこうスイッチバックしながら横に横に歩いて草を食べてくれるから、だから牛さんは草原の造園師って呼ばれてるんです。お、造園師。造園師大事ですね。そう、大事。牛さんはもう草原を美しく見せる、もう素晴らしい役目の、うん、美味しい肉にもなってくれるし。ですよね。うん、初めてですね、私ここまで頂上の方まで来まして、まあ、ここまでですね、来るまでにたくさんのまあ植物とか昆虫とか、またあの姿は見えませんでしたけども、とても楽しかったです。で、あのホトトギスの声がすっごく響いて、あ、綺麗でしたね。うん、この遠水塚、ここよく鳴いてるんですよ。あ、そうなんです。そういう場所ですよね。うん、この遠水塚展望所って眺めがいいだけじゃなくって、あの本当そういう生き物の面白い場所のことを見られる場所でもあるので、ぜひちょっとまた散歩にですね来てほしいですね。ですよね。高森のすごいが本当詰まった場所なんで、うん、この草原の大切さも、ね、感じることができるし、ぜひあの親子でそういうところを体験してほしいなと本当に思ってますね。高森でしか出会えないのが今いっぱいあるので。そうですね、はい、皆さんもぜひ楽しんでください。はい、次回もよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。BBC.